はい、どうも DJ ソラです。今日は音楽制作ソフトの Ableton Live で使うと便利なショートカットを10個紹介したいと思います。1つ目、タブキーでセッションビューとアレンジメントビューの切り替えができます。タイムライン上に並べて1曲を作り上げるために使用するアレンジメントビューとセッションをするように作り上げていくためのセッションビューの切り替えができます。2つ目、コントロールキーとカンマで環境設定を開くことができます。オーディオや MIDI の設定変更のために必要な環境設定をコントロールキーとカンマで開くことができます。3つ目、コントロールキーと L でループ範囲の選択ができます。アレンジメントビューでドラッグして範囲を選択した後にコントロールキーと L を押すことでループ範囲として選択することができます。再生した際にループ範囲を無限に繰り返すようになります。4つ目、コントロールキーと T でオーディオトラックを挿入できます。音声データを管理するオーディオトラックをこちらのキーで挿入できます。5つ目、コントロールキーとシフトキーと T で MIDI トラックを挿入できます。演奏データを管理する MIDI トラックをこちらのキーで挿入できます。6つ目、コントロールキーと R で選択したトラックの名前を変更できます。7つ目、 A のキーでオートメーションモードの切り替えができます。アレンジメントビューで A のキーを押すことでオートメーションモードの切り替えができます。8つ目、 B のキーでドローモードに切り替えることができます。 B のキーを押すことでドローモードへと切り替わり、マウスのカーソルが鉛筆に変わります。ピアノロール上やオートメーションモード上で描画が可能になります。9つ目、コントロールキーと M を押してミディマップモードに切り替えることができます。コントロールキーと M を押してミディマップモードを起動できます。起動後に色がついた箇所をクリックしミディコントローラーを操作することでマッピングが可能です。10個目、コントロールキーと U でクオンタイズができます。クリップビューやアレンジメントビュー上でテンポからずれてしまった演奏を選択してコントロールキーと U を押すことでタイミングをテンポにぴったり合わせることが可能です。忘れないように保存しておいてね。